鳥越俊太郎が大炎上、安倍元首相に暴言。26日に鳥越さんが安倍元首相に対し暴言を吐いてしまい批判が殺到し、大炎上してしまっております。簡単にご紹介いたしますと、戦争に、そして核に最も近づけた総理大臣の国葬は絶対に認めることはできない。外交の功績があると言っているが、何の実績もない、などとなってしまっておりまして、こちら、鳥越さんの主張 土地戦時代と同じで、相変わらず意味がわからないなと感じてしまいますが、例えばですね、安倍元首相が平和安全法制などを作らなかったら、今頃日本は戦争になっていたかもしれません。さらに、核兵器同行と同化しているのは日本ではなくて、ならずもの国家でございます。また、安倍元首相の外交は悪夢の民主党政権で最悪だった日米関係を改善しており、 さらに、安倍元首相のセキュリティダイヤモンド構想がクアッドやアメリカのインド太平洋構想に発展いたしました。また、国際政治から見ますと、アメリカのトランプ前大統領をある程度コントロールしていたとして評価されております。安倍元首相がいなかったら、G7 が機能不全に陥る恐れすらございました。このように、ならずもの国家の脅威から、 国民を守るために安倍元首相は外交手腕を発揮していたというのが事実でございます。鳥越さん、様々な主張をなされるのは自由ではございますが、せめて事実に基づいた主張を今後は行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。